こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を言いながら大相撲の世界を伝えするまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。本日はね、先日、武隈親方の独立ですとか、押尾川親方の独立っていうニュースがありました、はいはい、それを踏まえて、石川県の30代の男性からの質問です。独立するときに一緒に行く力士は、独立する親方が選ぶのですか？松武蔵さんの場合はどうでしたか？なるほどね。そうなんですね。松武蔵さん自身も、出羽の海部屋から武蔵川部屋の独立に伴っていた。そうですね。私の時代はね、そこまで独立する部屋がなかったように気がしますね。特に出羽の海部屋は、分家独立は許さないみたいな感じで言ってましたけども、はい、うちの親方が三重の海が独立をするということで。弟子をね、探してたんでしょうね。私も九州場所の時に、福岡のラーメン屋さんたまたま寄った時に、島武蔵と二人いる時に会ったんですけども、そうやってね、親方が独立するのを視野に探してるっていう感じなんでね、じゃあ独立するんでこの力士とこの力士っていうわけではないです。はい、初めからもう独立を予定して打ち弟子っていう形で、ね、もう完全に打ち弟子です、だから要するに預かってもらってるんですね、我々は。はい、でも普通に出羽の海部屋の力士としては最初は取ってたわけですよね。そうです、別に打ち弟子って名前なんかついてたわけじゃなくて、ね、もちろん別れる時に武蔵川部屋として連れて行ったという、入門は出羽の海部屋ですよ。じゃあ内弟子で入ってた力士で武蔵川部屋に移籍したのが、5人です。はい、そしたらもちろんね、もともと出羽の海部屋に入って、それからもう出羽の海部屋だったっていう一生来の力士も当然、重量に上がりました。山錦なんか私の一気下でね、一緒に釜洗ったりしてましたよ。彼はもう そのままずっと出羽の海部屋の力士で入ってるんでね、それはその親方同士のもう了解のもとで、これはうちの内弟子だよとか。そうでしょうね、松山っていうのが入るんで、独立まで預かってくださいという形で、親方が出羽の海の師匠に頼むんでしょうね。武隈部屋が3人の力士を連れて独立したっていうことでね、どんな顔ぶれかなと思って確認して、西川はね、こっちで言ってたんですけども、ひょっとしたら田中山も連れていくのかななんて、武隈っていう名前からして、ひいおじいちゃんが北の田の武隈さん、でおじいちゃんが黒姫山の武隈親方ですからね。だからひょっとしてと思ったけど、やっぱり彼はもうそうですね、両国の境川親方の弟子なんですね。なんでしょうね、だから好みでね、こっち行きたいなとかいうわけはないですね。それはないです。もう自分らのあれはないですね。でも出羽の海部屋に10ヶ月いたんですけども、佐田の山の出羽の海部屋方はすごい可愛がってくれたというか、もう本当に一緒に稽古もよう教えてくれました。そしたら極端な話ね、松武蔵さんが、いやもうちょっと三重の海の親方怖いし、佐田の山の親方の方がいいな、こっちの方がいいなっていうことが可能だったんでしょうかね。それは可能ではないと思います。我々には選択権がない。ですね。ですから当然ね、こう打ち出しっていう考えで移籍するんですけども、例えば去年稀勢の里が独立しました、今二所ノ関部屋になったんですけど、あの時にね、もうほぼ同期の足立っていう弟子をね、連れていきましたよね。新弟子さんは内弟子かとは思うんですけども、足立は多分もう、これはもう話し合いで足立と稀勢の里が内弟子関係にあるはずがないじゃないですか。そうですよね。増田山が滋賀の裏部屋独立する時に土地の山を連れて行きましたね。私もちょっと忘れたんですけども、現役の土地の山を連れてた。そうです。だから今回の足立とも似てるなと思うんですよ。ベラン歴史を一人連れて行った後は、新弟子内弟子かもしれないですけども、先代の玉の親方も大飛岳とか、結構兄弟子を連れて行ってますから。武蔵川部屋は入ってまだ1年足らずの新弟子を連れて行って、出羽の海で所属のまま、西条さんという幕下の兄弟子が、教育係みたいにしてね、一緒に来てくれました。
3場所ぐらいでやめられたんですけども、うん、はい、それでやはり進行部屋なんで、うん、わからないことばっかりなんで、その西条さんにいろいろ教えてもらったっていうことですよね。そうですね、あのその時はね、うん、うわ西条さん兄弟子、もう本当にまっすぐの人、きっちりした人なんでね、うわすごい人が来たと思ってね、知らなかったです我々の行く寸前まで、はいはいはい、その兄弟子が来るっていうのは、はいはい、怖かったですよやっぱり。掃除の時間、朝起きる時間、全部指導してくれて、ま、あの理不尽な兄弟子ではないけども、うん、厳しいということですね。でもね今考えるとね、はい、それがなかったら、武蔵川部屋はちゃんとしてなかったと思います、はい、親方一人じゃ目がなかなか行き届かないんでね、うん、そしたらやっぱりちょっとベテランの人が一人来るいうのはすごく大きな、うん、教えられてるから、うん、次の年に入った力士たちに言えるじゃないですか、うんうん、前にロイで上がってきた親方の袴がね、結構シワが寄ってて、あのそこが進行部屋だったんでね、やはり教える兄弟子がいないのかなっていう気がしたんですけどもね。まあね、袴の畳み方を覚える時には、うん、その兄弟子が教えてくれるのゆっくりね、はいはいはい、次にね5人6人で代わり番号にやっていくんですけども、うん、上からこうやって伸びてて、ね、親方もビシッとした方なんで、親方も怒るだろうし、うん、まあ、畳むのは難しいんでね、うん、まあ、ですから、まあ、これ答えとしましてはね、うん、こう自分たちで選ぶとかじゃなくて、あ、これはないですね。それで親方も元の親方との話し合いとかで、うん、そうですね、まあ、1人ぐらい連れていくこともありえるんかなって、うんうん、独立を視野に入れて弟子集めをもうすでにされてるっていうことですね。こうだいたい地元の力士が入ってくると、うん、あの人のうちでしかなぁなんか思いながらね、うん、急にできないですもんね。やっぱり何年間かこう探して独立した方が部屋としても成り立っていくんでね、うんうん、はい、そうですね、うん、はい、いかがでしたでしょうか。まっチャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。ぜひお寄せください。本日もありがとうございました。また次回。さよなら。